阪府立体育会館、いよいよ AWA 世界ヘビー級選手権試合が始まります。今年の2月26日、好感の持てる世界チャンピオンといえます。今度は首に両方の足を挟んだこのリック・マーテルの身辺を漂う空気を見ておりますと、 AWA いかがですか、竹内さん。そうですね、やっぱりもうフライングボディアタック、これは初めて出しました。思い切った曲がりを作るか。まずボディスラム、そして鶴田が素早い動きで今セカンドロープに一気に駆け上がってトップロープに上がってフライングボディアタックだ。さあこれでベルト奪還か。反対にリック・マーテル、トップロープ、スタン、なんだ、フライングボディアタックだ。これが得意中の何もおろしが上がった。さあ奪還か。奪還作戦は近いぞ。しかしカウントが続いている。今度はバックを取った。バックドロップ両手張りのバックドロップ。これで勝負がつくかどうか。リック・マーテルを上下に送り出した。完全にリック・マーテル伸びて、完全にリック・マーテル伸びている。さあ上位口レフリーのカウントが続いているが、どうだ。